突然ですが、来週の東京グール表紙&関東カラーで大発表があるみたいです。そこで今回はグールに関する発表内容をいくつか予想していこうかと思います。東京グール RE 完結。最近毎週のように熱い展開を繰り広げている東京グール RE ですが、そろそろ完結しそうだと感じている人も多いのではないでしょうか。次回のヤングジャンプで東京グール RE 完結まであと〇〇はみたいな発表がされるかもしれません。 RE 完結後また新たに東京グールほにゃららが始まる展開もありかと思います。実写映画の続編。2017年7月29日に公開された映画東京グールの続編の予想です。久保田正孝さん演じる金木犬をまた劇場で見れるかもしれません。ぜひ青霧編、そしてヤモリ VS 金木やってほしいですね。ゲーム化。現在までスマートフォンアプリで東京グールカルナバル、そしてリ・インボークがリリース、そしてビータで東京グールジェイルが発売されました。今回は新たに PS4 やスイッチなどのコンシューマー機でゲーム化されるのではないかと予想しています。ジェイルのようなノベルゲーまたは無双系、考えるだけでとてもワクワクしてしまいます。ちなみにジェイルは過去に実況動画をアップしていますので、気になった方はそちらもご覧ください。概要欄に再生リストを記載しておきます。東京グール RE アニメ続編。おそらく可能性が高いと思われる東京グール RE アニメの2期予想です。現在アニメの方はクライマックスになっています。この先熱い展開はまだまだあります。ファンからは続編の制作を求める声も多いのではないでしょうか。来週のヤングジャンプでアニメ続編制作決定と発表されても何の違和感もありませんよね。無印東京グールの正規ルートがアニメ化、もしくはアニメ映画化。これは完全に僕の願望です。ルート A も面白かったですが、個人的にはやはり有馬との戦いが見たい、そして半殺しが見たい、これにつきます。可能性は薄いかもしれませんが、僕は心より願っています。以上となります。よければコメント欄に皆さんの予想を書いていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。